岡田三郎2月4日から1954年4月12日は北海道出身の日本の小説家。北海道正木郡福山町の二神の漁師の家に生まれる。家は大見商人の家系。14歳で小樽に移住。町立小樽中学校を卒業し、小樽で税務署員を務め、旭川で兵役に就く。画家を志望して、 太平洋画界研究所に入るが、平役後に文学志望へ転じ徳田修正に指示。早稲田大学英文科在学中に、派てな記事、影を発表して文壇に登場。1919年に大学を卒業すると、博文館に入社し、文章世界編集部に入る。後、実の姉である、日本女子大学の英語の教師であった。 岡田はじめの援助により1921年にパリに留学。掘りの深い美貌で知られ、当時フランス女性に日本人で本当に人気があったのは東郷聖司と岡田三郎だけだと歌われた。1923年に日本に帰国してからは短編形式コントを紹介するとともに長編小説パリを発表。1937年。 妻子を捨てて、銀座のカフェで働く19歳の女給と名古屋に出奔し、スキャンダルとなる。この駆け落ち体験を題材に、秋、玩具の勲章、冬、冬去りなば、などの作品を発表。1932年、徳田修正を激励するために結成された修正会に、安倍友治、伊伏山筋、尾崎史郎、坂木山淳、中村村村を、 奈良崎つとむ、船橋誠一、室生再生と共に参加する。1930年、日本キネマという映画会社を設立。加藤武雄原作の、昨日のバラを、岡田三郎の監督で、市政会館にて封切り。前妻と別れてその女給と再婚したが結核で、先立たれた上、敗戦後は、自流から見捨てられた作家となった。やがて、 自らも病に倒れ、三辞を残して、肺結核で休止した。弟の牧谷善蔵も小説家。第二代小樽区長を務めた山田吉兵衛はおじ。岡田三郎の資料は、遺族より、小樽市、ライオンズクラブの支援によって開設された、私立小樽文学館に寄贈され、常時展示されている。ありがとうございます。